こんにちは、ことぶきはじめです。デスティンガー続き作っていきます。前回コックピットブロックを作ったので、今日は、コックピットブロックを包む外装周りですかね。2番のところから始めます。はい、顔のパーツですね、全部切り出して墨入れしたんですけども、クリアパーツが挟まるので、ちょっとこの黒いパーツだけ先に艶消しして、それから組み立てたいと思います。顔の前につく牙の部分ですね、これも切り出す前に墨入れしました。ちょっとこれで切り出していきます。もう全部アンダーゲートになってますね。はい、塗装が終わったので、組み立てていきます。まずこれに目玉が、玉が入りました。で、これにこれが、そうですね、アップでこんな感じです。で、これに前回作ったコックピットブロックがで、これにウェザリングマスターで少しここ角を出しときますね。これつけてしまうとチップが多分入らないと思うので、入りました。こんな感じ。
カードを出してみました。こんな感じです。クラッカーも結構モールドがで、これにこの関節軸が入ると。これ先入りました。で、これに顎パーツが、はい、こんな感じです。でちょっとで、こっちのシルバーの方の顎は半光沢で、こっちは艶消しにしてます。なかなかで、これ別々に可動軸が入ってるんで別々に動くようになってます。結構ね、モールドが裏側なんですけど、モールドが結構すごいので、墨入れと、あと、クリアパーツだったり、このシルバーのパーツだったりが絡んでくるので、ちょっとね、制作がなかなかポンポン進まないんですけど、今回ここまでにさせてください。で、次回ですね、この外装のパーツを作って頭部完成させたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。それではまた。